色鮮やかな一品、思わず写真を撮りたくなります。心躍る春色グルメ、続いては浜松市にある虫屋カフェ。広々とした空間には木のぬくもりを感じるテーブルと椅子、奥には仏具の仕上げ作業をする工房に可愛らしい雑貨などが並びます。実は創業180年以上の仏壇店が営むカフェなんです。仏壇屋さんがやっているカフェなので、ちょっとその仏教を感じるような面白いメニューが提供できたらいいなと思ってます。ヘルシーブッダボールは主屋カフェの看板メニューです。お寺の和尚様たちが食べる精進料理を主屋カフェ風にアレンジして、できるだけ動物性のタンパク質を使わないブッダボールです。15穀米の上には食材や味付け、食感などを変えて作ったお惣菜がおよそ10種類、5種類の豆を使ったごま和えはホクホク食感でお豆の優しい甘みも楽しめますよ。鮮やかな見た目も魅力です。季節の食材を使ったブッダボールもありますよ。バランスの方はお肉も入れたり卵もチーズも入ったような感じのブッダボールになっています。メインのものが8種類と、あとちょっと彩りでスナップエンドウとベビーコーンとミニトマト、煮卵も入ってます。ローストビーフにサラダチキン、野菜を使った6種類のお惣菜が乗ったバランスブッダボール、春は菜の花やタケノコなども入っていますよ。旬の菜の花なのでシャキッとした感じとお豆腐のまろやかな感じが味わっていただけるといいなと思って作っています。こちらはタケノコのシャキッとした食感と白味噌の甘み、木の芽の爽やかな香りが楽しめます。ボリュームにも満足です。ワンプレートでお野菜私たちいっぱい食べたいなっていうスタッフみんなの思いがあるので、半分はサラダです。メインは3種類のキノコが入った照り焼きソースで味わうハンバーグ。お箸を入れると肉汁があふれますよ。ふわふわな食感で醤油ベースの甘めのソースがお肉のうまみを引き立ててくれます。小さめなおにぎりやお惣菜が乗ったミニランチは料理の美味しさだけでなく漆器のぬくもりも感じられる一品、お子さんにもぴったりです。さらにスイーツメニューも豊富、中でも思わず拝みたくなる羅漢パフェは注目です。野菜をたっぷり食べられるメニューが揃っています。浜松市の主屋カフェです。